皆さんこんにちは。桜坂46の元メンバーで現在フジテレビアナウンサーの原田葵さん。原田さんは2024年8月22日に今人気急上昇中のなにわ男子の最年少長尾謙杜さんと匂わせ投稿をしていると話題になりました。そこで今回は原田葵さんと長尾謙杜さんがどんな匂わせをしているのか熱愛の噂も交えて調査しましたのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。原田葵さんと長尾謙杜さんは SNS での投稿で同じ川に行っているトマトが同じ黄色のハートサッカーの絵文字などで2人が匂わせをしているのではないかと噂されています。一つ一つ詳しく見ていきましょう。匂わせ1、同じ川に行っている。8月21日に長尾さんと原田さんが2人とも川に遊びに行ったという写真を投稿。そこでファンの間では2人は一緒に川に遊びに行ったのではと話題になりました。確かに画像の川の写真は似ているので匂わせだと噂が立つのもわかる気がします。しかしネット上では明らかに違う川で匂わせはデマだという意見も多いようです。夏なので川に遊びに行く方も多く偶然だったという可能性もありそうですよね。匂わせにトマトが同じ川と同じ投稿で同じトマトが写っているという点からさらに匂わせに信憑性が増したようです。原田さんの足元に写っているトマトですが長尾さんも似たトマトをほっぺたに当てている写真を投稿していました。また原田さんが同日のストーリーズで冷えたトマトを購入している様子を挙げており、川の水でも冷やしていたことが写真からわかります。そのため冷えたトマトをほっぺに当てている長尾さんの写真と辻褄が合うということで匂わせではないかと話題になったようです。これも偶然といえば偶然かもしれませんが、川にトマトを持っていく人はそれほどいないような気もします。その上原田さんの写真に写っているペットボトルが3本なので3人で遊んでいたのではという意見もあるようです。匂わせ3、黄色のハート。2024年5月14日に原田葵さんが黄色いハートの絵文字を使用していることから匂わせと話題になっているようです。というのも黄色は長尾さんのメンバーカラーだからだそうです。しかし原田さんは2016年の公式ブログで好きな色は黄色であると語っています。また2016年のオールライブ日本ではフリスビーにサインをしてファンに投げるという場面があり、原田さんのフリスビーの色も黄色だったそうです。これらは2016年のことでかなり昔のことですが、原田さんは現在に至っても黄色の洋服を身につけていることが多く、ただ単純に黄色が好きなのではないかと思います。今でも変わらず黄色が好きならばわざわざ黄色のハートを投稿に使用するのも納得がいく気がしますね。匂わせ4、サッカーの絵文字。こちらも同じく2024年5月14日の投稿ですが、長尾さんがサッカー好きで原田さんがサッカーボールの絵文字を使っていることから匂わせではという声があるようです。しかしこの投稿は原田さんが自身が出演をするスポーツ番組の告知のようでした。そのためサッカーボールの絵文字だけでは匂わせにはならないかもしれません。この多数の匂わせ投稿より SNS 上では原田葵と長尾謙と盛り上がってるけど、さすがに側違いすぎて笑う、葵ちゃんと長尾くんの件、葵ちゃんが他の投稿にもサッカーの絵文字つけてて匂わせって言われてたから見に行ったら普通に今日はサッカーの取材しました的な投稿についてるしか見つけれんかった、その投稿でつけるのはさすがに自然だろうがといった匂わせに批判的なコメントが寄せられていました。しかしこのような匂わせは今回だけではなく
以前も別の女の人とも会ったと噂されています。ハイパー塩対応。その噂されている人というのが、元セクシー女優でタレントの三上優愛さん。三上さんは2023年9月6日、文春オンラインで旧ジャニーズ事務所に所属するキスマイフットツーの千賀健人さんと、なにわ男子の長尾さんとの三角関係が報じられていました。同氏は千賀さんと長尾さんが数時間差でそれぞれ三上さんのマンションを訪れる姿をキャッチしました。記事によると、千賀さんは三上さんと2年ほど交際していたものの、長尾さんはそんな先輩の彼女である三上さんに自ら積極的にアプローチし、お泊まりするほどの間柄になっていたそうです。千賀さんと長尾さんを手玉に取るモテ女な三上さんですが、ファンの間では匂わせ行為が物議を醸し出していました。その匂わせというのが、三上さんと長尾さんは近い時期に韓国旅行に行ったことを発信していたり、ヘッドホンやサングラス、帽子などお揃いのアイテムを使用していることが匂わせと言われてきました。文春記事では、長尾さんがシルバーの大きなヘッドホンをつけ、三上さん宅を訪れる姿を写した写真が掲載されていました。三上さんもインスタグラムにアップした写真や YouTube 動画、Vlog、韓国弾丸旅行すっぴん旅でも同じモデルとみられるシルバーのヘッドホンを着用しています。さらに SNS では、2人がわざわざお揃いのヘッドホンを身につけているのではないかとの推測が多く投稿されています。さらに SNS では、ヘッドホンお揃いなのも偶然じゃないのかな、今回は黒化け派じゃなくてヘッドホンだったけど、まさかの三上優愛とお揃いっぽくてガチやん、似てるだけだと信じたいけど、三上優愛と長尾謙杜のヘッドホン同じなんじゃないの、といったコメントが殺到していました。また長尾さんは、なにわ男子のグループチャンネルで8月15日に公開された、なにわ男子僕たちの裏側を語りましょう、コンサート当日のルーティンとの動画で、2日連続でオフがあったんで韓国行きましたと明かしました。俺オフ2日続いてるんやけど何する、韓国行こうよ、行こ行こと軽いノリで旅行を決めたと語る長尾さんに、メンバーらはマジでお前貴族のプライベートやんかなどと驚愕していました。三上さんも選出の Vlog 動画で、同時期プライベートの韓国旅行に行っていたと報告しています。動画ではマネージャーや母親と一緒だったとしていましたが、ネット上ではヘッドフォンお揃いだけじゃなくて韓国旅行まで一緒に行ってた匂わせ疑惑も出てるの、三上さんマネージャーと母親連れて行ってるけど、長尾がこれに合流してたとしたら公認なのかにゃ、こうやって間接的に話がつながってしまうのマジできつい。この憶測を根っから信じるわけではないけど、本人が言ったらしい男友達と言ったとか、マネージャーと言ったとか、親と言ったとかを信じてる。オタクは幸せそうでいいね、などの声が上がっています。このように三上さんと長尾さんの熱愛は本当のようですが、原田さんとの熱愛の噂は信憑性に欠けているため、彼氏彼女の関係は未だ不明となっています。原田さんは元アイドルで、現在はアナウンサー進行を務めるポカポカに生出演した際には、共演者から恋愛事情についていじられることもありました。 MC のハライチ澤部優さんから、原田さんは恋愛禁止だったでしょと水を向けられると、禁止と言われたことはないですとしつつ、直接言われないですけど、アイドルはやっぱり恋愛禁止っていうイメージがありましたし、恋愛する時間もなかったので特に何もなくと応じました。同じく MC のハライチ岩井勇気さんからは、恋愛する時間ない人なんていないよと痛烈なツッコミ、二
フリーアナウンサー神田愛佳さんからも絶対嘘だよとの声が飛び、学校にも行ってたんでと笑顔で釈明する原田アナにかぶせるように澤部さんも、いつどんな時でも恋に落ちるんだからさと力説しました。このエピソードを聞いていると恋愛禁止ではなかったそうなのですし、原田さんはもうアイドルではありませんから恋愛くらい自由にしてもいいのかもしれませんね。ハイパー塩対応、いかがでしたか。原田さんと長尾さん熱愛の噂についてはファンの間では様々な意見が飛び交っており、真相はまだ明らかではありません。また長尾さんはこれまでにも別の女性との噂が報じられており、熱愛の真偽をめぐる憶測が絶えませんので、原田さんとの熱愛もその一つに過ぎないのかもしれません。今はアナウンサーとして集中している時期だと思いますし、それを支えてくれる人を見つけて自由に恋愛される方が良いでしょう。引き続き動向に注目しながら原田さんを応援していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。